サッカー J3 リーグを戦う鹿児島ユナイテッド FC の応援コーナー、オーレユナイテッドに行きましょう。はい、オープニングでもお伝えしましたが、昨日行われましたホーム戦第11節アスルクラロ沼津戦、集まったファンサポーター2015人の前で見事な逆転勝利を見せてくれました。今シーズン初の逆転勝ちですよね。はい、そうなんですよ。そして有観客として初めてホームで勝利した試合ということ で、スタジアムに駆けつけた皆さん、本当に嬉しかったんじゃないかなと思います。ね、サポーターの前での勝利ということでね、これで通算成績が5勝2分け4敗ということで、勝ち数はね、負け数を上回りましたね。そうですね、はい、ちょっと順位が上がりまして、ここまで今の時間までの 暫定の順位で7位になりました。そうですね、戦う前は9位でしたからね。そうですね、はい、りました。今日はこんなメッセージもいただいております。ラジオネームショーンコネリーボンドさん、こんばんは。この暑さも昨日のホームゲームの勝利で吹っ飛びました、そしてラジオネーム勝美さん、昨日白波スタジアムに鹿児島ユナイテッド FC の試合を観戦しに行きました。そうですか。有観客試合が開始になってからホームゲーム3試合で勝利がなくて、もどかしい心境でしたが、米澤選手の先制点を挙げるも逆転され、その後後半に米澤選手の PK で追いつき、そして竹本選手の逆転ゴールで待ちに待った勝利本当に素晴らしかったですといただいておりました。ね、実況付きでありがとうございます。はい、本当におっしゃる通りなんですよ。そうですね、米澤選手の、ね、見事な、はい、もうとっても鮮やかなヘディング弾で先制して、そうですね、前半13分、そうなんですよ、はい、ただその後28分には同じくヘディング弾で相手に同点ゴールを許してしまって、そして後半34分にもね、そうですね、34分に失点して追う展開になったんですよね。そうなんですよ。ただ後半7分、馬場選手が相手の裏へ抜け出す動きでゴール前までドリブルでボールを運んで相手ディフェンスのファウルを誘いました、はい、そして相手選手にレッドカードが提示されまして退場となり、数的有利となりまして11対10で戦う展開になりました、そしてこのファウルがきっかけでですね、 PK が鹿児島には与えられまして、そうでした。このキッカーが先制ゴールを挙げていた米澤選手ということで、見事 PK も決めてくれまして、馬場選手が作ったチャンスを米澤選手が決める、いつでしたっけ、米澤選手が作ったチャンスを馬場選手が PK 蹴って外してしまったというシーンがあって、今回はね、お返しの PK だったのかなって思っちゃいましたよ ねでも決めてよかったですね、はい、そう、機会があったらちょっと米澤選手にもどんな話があったのか聞いてみたいんですけれども、はい、そして後半38分、中原選手がゴール前に上げたクロスボールにうまくキャプテンの竹本選手が反応して逆転ゴールということで3対2で勝利。キャプテンらしい仕事をしましたね、嬉しかったですね。ねえ、本当、はい、今日はですね、米澤蓮選手のインタビューをまずお届けします。はい、一時逆転される場面もありましたけど、なんとか勝ててよかったです。自分の動きを見てくれて、そこによくパスが出てくるんで、本当にいい流れでゲームができてるんじゃないかなと思います。なかなか試合に絡めない時期が続いてたんですけど、まあ、出ればチャンスをつかみたいっていう気持ちでずっとやってたんで、まあ、それが今結果出てて、まあ、やってきてよかったなと思うのと、まあ、まだまだ試合が続くんで、これを続けていきたいなと思います。はい、そしてこの米澤選手の後、米澤選手の前にですね、実は竹本キャプテンも試合後インタビューに答えてくださったんですけれども、はい、この米澤選手の活躍についてとっても胸を打つコメントなさってましたので、そちらも少しお届けします。ホッとするというか、やっぱこう応援のね、力っていうのを改めて大きいなって感じの試合でした。そうですね、やっぱこうホームで勝つっていうのはね、また違った弾みになると思いますし、まあ、米澤蓮の話になりますけど、 J リーグ始まって序盤戦はね、ベンチすら入れない、状態からね、今やっとやっぱこうやってヒーローが生まれてくると思いますし、まだまだ先が長いと思うんで、今試合に出てないメンバーとかもね、こう試合に出て活躍するよという気持ちがね、チームの底上げにつながると思うんで、もっともっとこうチーム内で競争していって、それを勝ち抜いたやつがこう試合で活躍するという形がね、もっともっとこう高いレベルで行われるようになったらね、自然とチーム力も上がってくるんちゃうかなっていう、もう勝ち点を積み上げるっていう、もうそれだけかなというふうに思ってます。はい、米
ということでキャプテンの酒本選手からなんだかちょっと激励のコメントにも聞こえましたけれども、うん、そうですね、米澤選手もね、うん、あのセレッソから、ね、そうですね、移籍してますから、はい、そういった意味では本当弟のように見てるのかもしれませんね。そうですよね、活躍は嬉しいでしょうね、うん、兄貴って感じですね。いや、あの今話にありましたけど、うん、米澤選手は今シーズン、うん、昨シーズンは J2 でね、はい、8試合だけで、うん、今シーズンもなかなか、ね、7戦目まではなかなか出番がなかったんですよ ね、ベンチに入れない時期もありましたもんね、はい、うん、でもここで3試合連続ゴールってすごいですね、そして4得点決めてまして、チームトップタイに躍り出ました、うん、同じように4ゴール上げてるのは酒本選手です。そうですね、いや、あのセレッソのアンダー23の頃から、うん、米澤選手見てましたけど、うん、やっぱりすごくこう身体能力の高いストライカーじゃないですか、はい、なんかちょっと鹿児島でハマってきたような気がするんですよね、うん、なんか頭角を表してきましたよ ね、だからあの将来的に藤本選手のようにちょっとなんか上の、うん、J1 とか J2 でも活躍するような、なんかそんなきっかけもね、なんかこの数試合で掴んでるんじゃないかな、そうあってほしいなという願いもありますよね、うん、皆さんの期待が高まってますよね、うん、これはエースストライカーが生まれるんじゃないかという、はい、楽しみにしています。そうですね、そう、今日はですね、第10節で鹿児島デビューを果たしまして、昨日の試合ではスタメン出場も果たした新加入20歳のディフェンダー岡本翔征選手のインタビューお届けします。横浜ユナイテッド背番号3番岡本翔征。背番号3番ディフェンダーの岡本翔征選手ということで、はい、ご出身が富山県、はい、そうです。前節は地元のカターレ富山との対戦でしたけれども、はい、改めてどんな思いであの時ピッチに立たれたんですか。去年のプロデビュー戦も白波スタジアムだったんで、うん、今回は鹿児島ユナイテッドっていうチームで、はい、ジャーナルスタジアムでデビューできたことは、うん、やっぱ縁があると思いますし、特別な試合になりました。まあ、ちょっと結果としては悔しいデビュー戦にもなったのかなとも思いますけれども、はい、どうですか試合を振り返ってみて。そうですね、まあ、自分たちのいいところが出てると思うので、うん、落ち込む必要はないと思います。鹿児島への加入についての思いというところで、はい、前節試合後のインタビューで自分は鹿児島を J2 に昇格させるためにやってきたというふうに力強く話してらっしゃったと思うんですけれども、どんな思いからその言葉が出たんでしょうか。そうですね、まあ、プロデビューしたチームだったんで、はい、まあ、すごい鮮明に記憶に残ってますし、うん、すごい魅力的なサッカーをするなと思っていたので、はい、鹿児島で活躍して、うん、J2 に昇格させようと思ってきました。ちょっと振り返りますと、去年の2019年6月29日白波スタジアムでアレビレックス新潟との試合、鹿児島としてはちょっと悔しい結果1対3ということで敗戦しているこの試合、はい、デビュー戦ということだったんですよね。はい、そうです。すごいですね、デビュー戦から先発出場だったんですね。そうです、まあ、スタメンで出てたことは嬉しかったです。そのデビュー戦となった鹿児島の地、ご縁を感じていただいているのもとっても嬉しいんですけれども、今後岡本選手どんなところを皆さんに見せていきたいですか。僕は身長が高いっていうのもありますし、はい、あとスピードもディフェンスの中だったらあると思うので、はい、背後のカバーリングの部分だったりヘディングの競り合いっていうところは見ていただきたいです。岡本選手、育成組織から新潟でずっとプレーしてこられて、で去年トップ昇格を果たしてプロデビューということなんですもんね。はい、出身が富山で、その新潟にはどういうご縁で行かれたんですか。プロサッカー選手になりたいっていう夢を持っていて、はい、まあ、自分の富山県近くの J リーグって言って、まあ、富山もあったんですけど、はい、ちょっと J1 だとアルビレックスのやつに入りたいっていう思いが強くて、自分の実力を確かめるっていうのでまあセレクションを受けたんですけど、まあ、そこで受かってからまあずっと新潟っていう話です。ああ、そうだったんですね。はい、また新潟東北のチームから鹿児島となるとだいぶ環境も変わりましたね。そうですね、結構変わりましたね。なんか大変なことはないですか、鹿児島に来られて。まあ、最初はちょっと戸惑いました。生活に戸惑った。そう、知らない地なんでそうですよね、まあ、誰も知らない中来たのでちょっと不安はありましたけど、うん、チームメイトは皆さん優しくしてくれたりして、うん、慣れることができました。鹿児島の印象っていかがですか。
とにかく暑いです。そうですよね、確かにそうですね、新潟に比べたらそれは暑いでしょうね。はい、めっちゃ暑いです。ちょっと岡本選手こんな選手ですよっていうのをご紹介させていただきたいんですけれども、岡本選手、はい、好きな食べ物は何でしょう。結構自分甘党なんで。甘党、はい、甘いものは大好きですね。おー、中でも。中でも、まあ、アイスとかシュークリームとか好きですね。おー、かわいいですね。最近も食べてらっしゃいますか。最近、まあ、そんなちょくちょくですね。なるほど、そこはね、どうなんですか、その体を作る上でセーブしたりする部分もあるんですか、それともアイスは別ですか。食べたいけど、まあ、我慢してます。頑張った時は食べたりしてます。ああ、ご褒美ですね。はい、なるほど。逆に嫌いな食べ物は何ですか。牛乳と肉の脂身と皮とグリーンピースです。グリーンピース、はい、かわいい。牛乳嫌いなのは私も分かります。牛乳はもう臭いんで嫌です。そこですか。はい、あ、そうですか。なんか大きい人ほどね、牛乳飲んで育ったんでしょって言われますけど、牛乳関係ないですよね。関係ないって遺伝ですね。そうですよね。ちょっと私気になる情報があるんですけれども、岡本選手アイドルがお好きなんですか。まあ、キッチャ好きです。え、キッチャ好きです。結構、はい、まあ好きな方だね。ん、なんかアイドルグループっていうよりかは、はい、人ですね。お、誰が好きなんですか。各グループに、はい、推しがいるって。なるほどなるほど。どのグループに今推しがいらっしゃるんですか、その。韓国の、はい、TWICE っていう。 TWICE のミナっていう。あ、日本人なんですけど、はい、結構好きですね。かわいいですね。可愛いですね。ああいう女性がタイプなんですか。おー、まあ、タイプはまあ清楚かなっていう。なるほど、清楚の方がいいですね。ああ、そうなんですね。岡本選手ご自身もちょっとアイドルみたいな可愛らしいお顔立ちですよね。まあ、めったに言われない。言われないですか。言われないですね。加入の時の満面の笑みのお写真を見て、皆さん可愛いっておっしゃってましたよ。ちょっと薄暗い顔苦手なんですけど、カメラマンさんが満足してくれましたね。川越さんがよく撮ってくださったんですね。はい、撮ってくれました。あ、そうですか。ぜひね、はい、ああいう岡本選手の笑顔、これからも試合後たくさん見せていただきたいなと思うんですけれども、はい、改めて今後への意気込み伺ってよろしいでしょうか。レッツリーの昇格すべきチームの目標がある中で、僕が昇格させるために来ているので、まずはチームの勝利に貢献するというところを第一優先にやっていきたいと思います。岡本選手の活躍応援していますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日は20歳の若いディフェンダー岡本翔選手のインタビューをお送りしました。素顔が垣間見れました。はい、はい、昨日の試合でもヘディングの競り合い、そして後ろからのカバーリング、ね、姿が見えていました。20歳ですよね。期待ですね。ですね。これからますます活躍期待しています。では岡本選手のリクエストで BTS ラン。